この番組はスカルプ D の提供でお送りします。モープロレッスン、こんにちは、三浦桃香です。今日はなんか背景が、はい、不思議な感じです。なぜか室内にいます。はい、で実はですね、はい、Twitter と X ですね、はい、とコミュニティで出演いただいているプロの方々にこう質問がないかというのを募集しました、うん、はい、でその中にですね、一つちょっと面白いものがあったので、読み上げます。はい、TwitterX からの質問です。モモプロも含めプロの方がおすすめできる筋トレをご教授していただきたい。テレビでよく体幹が素晴らしいですねとかの解説を聞きますが、どんなトレーニングが有効なのでしょうか。よろしくお願いします、はい、ということです。はい、まあ、やっぱねこれから寒くなるので自宅とかでちょっとこっそり飛距離アップのトレーニングをするのおすすめですし、私もすごくお風呂上がりとかにやってるトレーニングがあるのでおすすめしたいなと思います。実際やっぱりプロの方ってその冬とかオフはもうトレーニングを結構中心にやられてる、はい、そうですね、まあ、基本はウエイトをやってトーナメントってまあ37試合8試合あってすっごいまあ体力使うので、体力をつけるためのウエイトだったりとかしてるんですけど、まあ、実際ゴルフをする上でのトレーニングは体幹なので、あんまりそのウエイト使わなくても自分の体の重さだけでもトレーニングできるのかなと思うので、女性でもできるトレーニングを紹介したいなと思ってます。いやすごく興味があります、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあまずアドレスをするときにお尻を出すっていうのを私結構言ってるんですけど、このお尻を出す意味っていうのは、まあ、インパクトの時に体を支えるためにお尻を出していて、でお尻が出てなかったら体が起きやすいんですね、うん、それお尻が出ることでしっかり支えられて上体も浮かずにフィニッシュまで迎えられるんですけど、このお尻を出す時にこの背筋のねちょっと腰のちょっと上あたりかなを鍛えたらより支える力が強くなるので、ちょっとそこを鍛えていくっていうか、まあ、意識をつけさせるトレーニングをしていきたいと思います、はい、壁に両手をポンと置きます。で片足ずつつま先を下にしてゆっくり上げていきます。この時に骨盤が開いてしまったら意味がないので、はい、骨盤が開かないようにゆっくり上げていきます。お、真後ろに引いていく感じですね、はい、真後ろに引いていく、その時に腰は開かないで、ゆっくり1、2っていうのを、まあ、10回やっていきます。これ10回やります。これまあ両方ですね、10回終わったら今度は足を置いてる時にちょっと開きます、はい、つま先を開きます。つま先が開いてまた骨盤がその位置から開かないようにそのまま1、2っていう風に足を引いていきます。そうするとここはお尻を、最初の足を閉じてまっすぐ上げるのは腰を、今度はつま先を閉じます、はい、閉じた状態で10回上げると今度は肩甲骨寄りの腰に負荷がかかって、この3つをトレーニングすることでお尻を出す時にしっかり意識がつけられるようになります。それぞれを10回ずつ、はい、ちょっとやってみますか。はい、今度は閉じて、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。簡単に見えたんですけど、はい、なんかやれる自信がないぐらい辛そうだなって今も。意外と大丈夫、意外と大丈夫だけど気持ち悪い負荷がかかる感じ。ウエイトのトレーニングってガシャガシャやるから、うん、早くてあんまりこうごまかせることあるんですけど、ゆっくりやるのってちょっと気持ち悪いんで、ちょっとやってみてください。はい、
手をついて、で足はちょっと寄っかかる感じですか。そうですね、寄っかかる感じで、でこのまんま、はい、骨盤を動かさずに1、あ、そう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 、これ上げる高さってこのあたりぐらいでいいかな。あ、はい、よかった。これ以上だと骨盤が開きますよね。あ、こう、そうそう、こうなっちゃうんで、これがいかないぐらいで、そうですね、硬さがあるので骨盤が開きそうだなっていうあたりで止めていくっていうのを10回。これちなみにこうなっちゃダメ、そうなると多分よくかって腕の力も使っちゃうので、そうならないようにまっすぐピのまま、はい、そうですね、はっ、あ地味ですよね。地味ですけど、はい、めちゃくちゃ効いてます今。意外と刺激くるっていう。うわあ。おお。これはじゃあ左やったら次右。そうですね。あ、これゆっくりっていうのが結構。そうなんですよ。足意外と重いっていう。あ、すっごいこの背筋ここすごいですね。きますよね、じわじわ。わあ、意外とね、意外ときますね。ちょっと開かずに、まずとりあえずこのイメージのままちょっとアドレスをしてみてください、はい、いつも通り。そうするとちょっと背骨にこうグッとテンションがかかる感じがある。なんかもう勝手にここがなんか決まるというか、そう、クッと入るんですよ。え、すごいこれ。そうするとアドレスの時に状態が浮きづらい体の形を自分で作ってあげることができる。今、はい、ちょっとやってみて思ったんですけど、はい、スタート前とかでも良いです。そう、スタート前でもいいし、お風呂上がりでもいい、うん、これ続けることで、まあ、体幹を鍛えられるのと、アドレスの時にしっかりした位置を決められることができるので、再現性が高いアドレスができるよっていう感じです。これ自然にこう腰が入るというかできるのって何でなんですか、はい、背骨を意識していて、背骨を中心に足を上げているので、うんうん、そこ意識できるっていう感じで、ここはトレーニングっていうよりもアドレスの時に使わなきゃいけない筋肉をしっかり使うことができるためっていうので、うんうん、体幹っていうよりも体幹を使うためにこのトレーニングをすることでうまく体を使えるよっていうトレーニングになります。これ実際やってみると皆さん分かると思うんですけど、はい、普段全然使わないですよね。そうなんですよ、使わないんですよ。でウエイトするって言ってもスクワットしたりとか、うん、腕を動かしたりするのでちょっとね忘れられてる場所なので、うん、ちょっとでも刺激するとグッと姿勢も良くなるし、これであのかかとでしっかり踏めるようになるんですよ、歩くときに。あ、これゴルファーにとってすごい大事な筋肉というか場所が意識できる、そう、すごいとっておきのトレーニングですね。アプローチとかパターとかするときちょっとこう体がこう前に来て、うん、ちょっとつま先寄りの体重になるんですけど、実際ショットとかするときってあんまりつま先っていうかかとも大事なんで、しっかりこういい姿勢でやっていきたいんですけど、どうしてもゴルフし続けるとちょっと丸くなるので、こういうストレッチみたいなトレーニングでしっかり腰骨を意識することで姿勢も良くなるし、腰痛予防になるし、いいアドレス、再現性が高くなるのかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、皆さんも練習場や朝のスタート前にこのトレーニングをやってみてください。最近ウミゴルフ君の髪の毛がいい感じって評判らしいですね。本当ですか？はい、なんか確かにこう見てても、はい、なんかボリュームが出たというか、 ありがとうございます。本当に全然違う印象です。確かにあのスカルプ D をずっと使わせていただいてるので、はい、夏も秋もすごいケア頑張ってますもんね、はい、そうなんですよ。シャンプーを使って、はい、その後コンディショナーを、つけて、はい、で洗い流して、はい、乾かした後にトリック、はい、もうさせていただいてます。もうしっかりケアしてくれてますね、はい、がしかし、はい、冬になるとさらなるケアが必要なんですって。冬にケアが必要なんですか？そうなんですよ、初めて知りました。はい、そうなんですよ。おっ、突然すいません。突然ですね。ありがとうございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、実はですね、はい、冬は乾燥の季節でして、はい、頭皮も乾燥するんです。あ、確かに最近手とかカサカサでした。そうです、確かに、はい、あれですよね、僕オイリータイプ、オイリータイプ、はい、使っていただいてる方なんですが、はい、乾燥が気になるシーズンに関しては、はい、こちらのドライタイプですね。
こちらに冬場で変えていただくっていうことをお勧めしております。そうなんですね、はい、それは知らなかった。僕はずっとオイリータイプで、あのシャンプーしてたので、なんかちょっと最近カサカサするかなーって、まあ、気分程度なんですけど思ってたので、じゃあ今度ドライタイプ。そうですね、はいはい、こちらのドライタイプですと、はい、髪と頭皮どちらも保湿してくれるような成分が入っておりますので、はい、それによって潤うっていうところがございます。そうなんですね、すごい使い分けができちゃうんですね。使い分けるの。そうなんですよ。すごい。あとはですね、はい、さらに乾燥が気になる方っていうところは、はい、こちらのパックコンディショナーですね。あ、はい、あのおそらく普段2分ぐらいで使っていただけるかと思うんですが、はい、それをちょっと時間伸ばしていただいて、はい、3分ぐらい置いていただくと、より乾燥がですね、はい、あの保湿されて気にならなくなるかなと思います。知らなかった。やっぱり頭皮が潤ってると髪の毛も全然違うんですか？そうですね、はい、髪も生き生きしてくるかなと思います。せっかくね、ゴルフ君夏と秋とケア頑張ってきたので、そうですね、冬用のケアに変えて、はい、ますますもう一年中通して髪の毛の調子良くなっちゃうんですね。そうですね、調子良くしたいので、はい、頑張ってみます、はい、はい、皆さんももう一度頭皮環境を整えてみませんか？スカルプ D 薬用スカルプシャンプー、薬用スカルプボリュームパックコンディショナーの詳細は概要欄に貼ってあります。そしてお得なクーポンコードもありますので、ぜひチェックしてみてください。皆さんもウームゴルフ君も引き続いて冬もケア頑張っていきましょう。はい、ドライで最高。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。